に放送を終えた人気番組テラスハウス、フジテレビ系がテラスハウスニューシーズンカミングとして今週スタートすることが決定しました。10代から20代の若者を中心に絶大な支持を得る番組のこれまでを振り返ります。同番組は海の見えるシェアハウスに暮らす男女6人の日々を記録したリアリティショーで、2012年10月にテレビ放送をスタートして以来、2014年9月29日の放送終了まで総勢22人の若者が2年間の台本のない日々を駆け抜けました。番組の主人公はどこにでもいそうだけど手の届かない男女6人、縁もゆかりもない同志6人の共同生活の様子をカメラで追いかけ、生活にあふれる青春、友情、恋愛、夢、そして嫉妬、挫折といったリアリティショーならではのさまざまなドラマを記録していき、番組には一切台本がなく、リアル感あふれる彼らの日常生活を切り取った映像が、洋楽を中心とした感度の高い BGM とともに映し出され、今までにない演出手法が、10から20代の若者を中心に支持を集めました。そして、地上波での放送終了後も、テラスハウス、クロージングドアと題して、今年2月には劇場版が公開されました。地上波番組、映画を通して、最初から最後まで、唯一テラスハウスで住み続けたてっちゃんこと、菅野家哲也をはじめ、トレンディな恋愛模様を見せ、人気を博した島袋聖奈、モデル、今井花、キックボクサー、宮城大輝、モデルで、女優の筧美和子、ミュージシャンチャイ、写真家今井陽介など番組登場時には無名だったにもかかわらず、番組出演とともにツイッターアカウントが1日で数百人から数万人にまで増加するメンバーも、ソーシャルメディアの分野でも大きな話題を集めました。番組の人気はインターネットを中心に爆発的に大きくなり、2013年ヤフー検索ランキングテレビ部門では国民的人気番組だったあまちゃん、半沢直樹に次ぎ3位。番組公式ツイッターのフォロワー数は50万人超え、番組公式 YouTube のトータル再生回数は累計2億8000万回を突破するなど、驚異的な人気を獲得しました。地上波番組では23時台と遅い時間帯ながらも最高視聴率 9.1%、 14年3月31日をマーク。劇場版テラスハウスクロージングドアは週間興行収入ランキングで初登場1位を獲得し、最終興行収入も副音声版含め累計 12.7 億円を記録し、根強いテラ派人気を証明しました。番組復活を望む声が絶えない中、新シーズンが世界最大のインターネット映像配信ネットワーク Netflix において今週より配信されることが決定し、公式サイトでは世界中から新たな10人の募集が開始され、オーディションにより新メンバーを決定するようです。